新しい朝ですよ。主大いなる存在の慈しみは決して絶えず、大いなる存在の憐れみは決して尽きない。それは朝ごとに新しい、 New every morning って英語の言葉ですけど、今日も新しい大いなる存在の息吹があなたに与えられ、また今日という恵み深い一日が与えられ、そして祝福の中にあなたは生き動き存在していること、これは尊いことです、僕も含めて。ぜひ今日皆さんの一日が素敵な、ハートフルな、心豊かになる一日でありますように。魂のロッカーは、私が来たのはあなたが命を得それを豊かに持つためですと語られてますから、今日その豊かな命のスピリットを感じる素敵な日となりますように。僕は今から大阪の南大阪聖書教会でメッセージを届け、その後関空に戻り、そして明日再び大館に帰って、十字架行進、火曜日からの十字架行進に備えます。あと3日で、来週の3日で、青森から函館に入ります。応援よろしく。 Thank you very much.